トンハム、コンオフの大型補強に本腰、資金を出し惜しみすることもない。日本ハムは本当にコンオフ、主力級の大型補強に動くのか？球団フロントの一人に聞くと、します。いや、しないといけないと語気を強め、こう続けた。今季は新球場元年ということもあり、大勢のファンが球場を訪れてくれています。おかげで球団の収益も上々ですが、この状況にあぐらをかいているようでは、ファンに見放されてしまう。だからこそ、本社サイドも大型補強を含めた、チーム強化に意欲を見せています。両エースの動向もありますが、資金を出し惜しみすることもないので。うおうおお。若月獲得か。近藤引き止めた方が良かったのでは？今年が勝負じゃなかったんかい。筒香やろ。それより加藤をしっかり守らんと。え、ワンちゃん加藤怒ってくれる？少し金に余裕ができそうな兆しが見えてるんやろな。それは素直にええことや。メジャーから帰ってくる浜の4番がおるぞ。バウアーと新庄の相性良さそう。大谷、こんばんは。ロサンゼルスエンゼルスの大谷です。バッフォロドームに搾取されてた時よりは金使えるだろうしな。補強どころか、卒業生出てくるんじゃないの。噂はとか等の引き止めが最大の補強になりそう。ご視聴ありがとうございました。野球の話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。